アリのエンサイクロペディアと世界のアリたちとのコラボレーション。今回はアルゼンチンに生息する魅力的なアリたちを紹介していきたいと思います。今回ご協力いただいたのは、アリの飼育の様子などをインスタグラムで公開されているアントアルヘンティーナさん。野外のアリや飼育しているアリの様子などを YouTube で公開されているロスビショスデエントさん。お二人のアカウントは動画の詳細欄に記載しておりますので、ぜひ訪れてみてください。またお二方には、南米という日本から、とても遠い場所のアリを、紹介する機会をいただきました。本当にありがとうございます。それではアルゼンチンのアリたちを見ていきましょう。最初にオーズアリ族の、アリを3種類紹介したいと思います。まず最初に、スピニノディスというふうに読むんでしょうか、こちらのオーズアリの仲間です。赤みがかった黄色の体色ですね。見た感じは、アズマオーズアリやヒメオーズアリなどに、色が似ている気がします。アルゼンチン北部から、中部、に生息していて、滑らかで光沢のある体が特徴のようです。で、体調のデータなどはちょっと見つからなかったんですが、後に出てきます、ベルジーと読む種類でしょうか、そちらと体調がよく似ているようなので、アズマオオズアリとヒメオオズアリの間ぐらいの体調なのかなと思います。次に、アベランズでしょうか、学名ですね。はい、では、こちらのオオズアリ、こちらは野外の様子を、見ています。これも一目で頭の大きさと形が結構特徴ありますね。上から見て正方形などの頭の形が多いんですが、このアリは長方形のような感じに見えます。女王のサイズは7ミリから9ミリ、平アリ4ミリぐらいということで、女王は結構体長が長い感じがします。アルゼンチン、ブラジル、ペルー、ボリビアなどに、住んでいるオオズアリのようで、さっきも言いました平アリの、これ頭ですね、なんか特徴的な、長い頭を持っていて、でちょっとですね、角度がついていて、なんとなくキラズオオアリの、頭の遮断面、これを彷彿とさせるような感じに見えます。でこちらは、採集された、女王の様子ですね。結構やっぱりオオズアリなんですけれども、細長い感じがします。なので女王の体長が長いというのもちょっと、傾向としては頷けるかなと思います。こちらは飼育下のコロニーになります。やっぱりこう見ても女王が細長いのが目につきますね。それから平アリの、やっぱり頭の形、これがとても特徴的に見えます。ちょっとオオズアリじゃないような形にちょっと見えますね。はい、そして3種類目、ベルジーでしょうか、こういう学名のオオズアリです。こちらは、結構赤い感じに野外では見えるようですね。これは餌に群がっているワーカーたちの様子です。このアリはアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイなどに生息しているオオズアリのようで、土中などに、巣を作る、ようです。それからメジャーワーカーの割合が、高く、食虫性のみ、虫のみを食べるというデータもあります。で、1つ目に出てきた、スピニノディスと、同じような体型という、お話を聞いたんですけれども、女王がまあ5ミリぐらいということであんまり大きくないですね。で、2番目に出てきた、アベランズ
に比べるとやっぱり頭の形がこっちの方が見慣れた大座りの頭の形に見えます。次に、大アリの仲間、2種類を紹介します。では、まずは1種類目、南米から中米に広く分布する、大アリの仲間のようです。こちらは、羽がついてますが、産卵して眉まで、育ったっていうことなんですかね。体長は、上14ミリから16ミリ、和歌8から14ということで、ミカドオアリよりもちょっと大きいようなサイズ感かなというイメージです。で、腹部に、星みたいな模様が、3対あります。で、都市公園などではよく見られるオアリのようで、枯れ木や石の下などに営巣するそうです。次のオアリの仲間です、これミツバチの、仲間のような蜂ですかね、の死骸に群がっているワーカーたちです。これもパッと見の印象は黒オアリですね、とても日本の黒オアリに、パッと見よく似ているような気がします。はい、そしてサイズですが、ところがという感じで、女王が12から13ミリ、ワーカー5から10ミリということで、四つ星オアリよりもちょっと大きいぐらいのサイズでした。思ったよりもちょっと小さいです。そして、黒オアリと同じように真っ黒な体に、ちょっとこれ特徴的なのが金色の毛が生えている、そこが特徴のように見えます。腹部もそうですし、胸部の、後ろの方にまで、結構剛毛が生えている感じですね。おそらく野外ではとても目立つんじゃないかなと思います。こちらは飼育下のコロニーですね。はい、で、こちらは野外で餌に群がる様子で、これ大座りの仲間とちょっと餌をめぐって争いをしている様子のようです。で、大座りと比べてもこのサイズ感なので、もちろん大座りよりは大きいですが、あんまり大きい黒割りみたいなサイズとはちょっと違いそうです。こちら生息している場所ですね。ちょっと異国感がやはりあります。はい、行列ができているようです。で、このアリは、南米に生息する、大アリのようで、基本的には土中種、土の中に、巣を作るタイプのようです。時折木の切り株などに、巣を作る場合もあるそうです。次にヒメハキリアリ属の仲間を紹介したいと思います。有名なハキリアリというグループのアリで、植物の葉っぱを切り取って巣の中に持ち帰り、菌を育てるという、農業をするアリです。頭や胸部には結構しっかりしたトゲが、あるようです。ちょっとゴツゴツしてますね。そしてワーカーのサイズは連続的にいろいろなサイズが存在するタガタです。で、ハキリアリの仲間は、ハキリアリ属とヒメハキリアリ属、2属に分かれているようで、合計で30種類以上がいるそうです。分布しているのは北アメリカから、中南米、もちろん日本では見られないアリです。そして行列を見ていると、葉っぱを加えたワーカーたちが行き来しています。こういった光景が見られるのはハキリアリならではの光景です。で、この種類は結構赤いですね。まあ、30種類ぐらいいるということなので、きっといろいろな、タイプのハキリアリがいるんだと思います。こちらは女王、採集された時のようですね。それからこちら飼育環境です。湿度を保たせるために、おそらくこれ脱脂綿と、
それから巣の中に葉っぱを入れてあげてる感じですね。でそれを噛み砕いて真菌を育てるというのがハキリアリの生態になるので、ちょっと画面中央のものは白っぽくなってる感じですね。これが少し時間が経った時の様子で、菌がより繁殖している状態かと思います。このようにハキリアリの仲間は葉っぱを巣に持ち帰っては細かく噛み砕いて、今でき始めているこの菌床を、より大きく膨らませていくことになります。またコロニーが、大きく成長してくると、ワーカーのサイズによって、葉を切り落とすアリ、それから室内の、運ばれた葉っぱをより細かく噛み砕くアリなど、役割分担がしっかりと、してくるそうです。そしてこれまた少しさらに時間が経った時の様子ですね。菌床が少し大きくなっていて、これはそれ自体が巣穴として使われてるんでしょうか。幼虫がこうくぼみに置かれてますね。これはさらに時間が経った時の様子です。よりちょっと巣として使われてる感じがなんか見えますね。おそらく、大きなコロニーではこういったものがとても巨大化して見応えのあるものになるんではないでしょうか。いやでもこれは壮観ですね。こう何かを、刈り取って、巣の中に持ち帰っていくという、行列は、日本だと、サムライアリの奴隷狩り行列とか、そういったものぐらいしか見れないんじゃないかと思うんですけれども、このハキリアリは葉っぱを持ち帰ると、アリの飼育などをしている方にとってはハキリアリ、有名なアリだと思うんですけれども、いつかは見てみたい、アリの一つですね。北中米南米にはこのハキリアリがたくさん生息しているということで、おそらく飼育している方も多いんじゃないかと思います。巣の中で何かを育てるというほどの行動を見せてくれるのはハキリアリの他になかなかいないと思うので、これらが見れるのはとても羨ましい環境ですね。ということで今回はアルゼンチンに生息する魅力的なアリたちを紹介していきました。やはりハキリアリインパクトありましたね。改めまして今回ご協力いただきましたアントアルヘンティーナさん、それから、ロスビショスデエントさん、ご協力本当にありがとうございました。またですね、お二方の、アカウントは、動画の詳細欄に記載しておりますので、今後も、アルゼンチンの、アリに関する情報がおそらくアップロードされていくんじゃないかと思います。ぜひチェックしてみてください。では、ハキリアリの住む国アルゼンチンのアリたちを紹介しました。